ブエルタ・エスパーニャとは、毎年9月に、スペインを舞台にして行われる、自転車プロロードレースである。1935年から開催されている。主催はイベント会社のウニプブリク。ツール・ド・フランス、ジロ・デ・イタリアと合わせて、グラン・ツールと呼ばれる。略称は、ブエルタ。かつては、ツアー・オブ・スペインの名で呼ばれていた時期もあった。 2017年のコース毎年9月に3週間以上かけて行われるステージレースでスペイン国内を中心としておよそ 3200km を走る。ステージ数は通常21前後。平坦ステージ、山岳ステージ、タイムトライアルステージと様々なステージが用意されている。総合成績1位の選手にはマイヨロホと呼ばれる赤色のジャージが与えられる。 他スプリント賞、山岳賞、新人賞といった各賞の対象者も特別なジャージを着用する。1994年までは4から5月に開催されておりジロでイタリアとの間隔がほとんどなく、年によっては日程が重複することもあった。そのため何人かの有力選手がツールとフランスまで力を温存しようと考えて調整目的で参加する他は大半が ジロでイタリアに出場。ブエルター・エスパーニャに出場するのはもっぱら、地元スペインの選手か、ブエルター・エスパーニャよりもさらに厳しい三角コースが登場するジロでイタリアを嫌う、スプリンター系選手だったため、比較的ローカル色が強い大会だった。しかし、UCI カレンダーの整備により、1995年より、現在の開催時期である9月に移行。日程上では、 同一年度において、グランツール全大会に出場することが可能となった。これによりレースの盛り上がりが期待されたが、シーズン終盤の開催ということもあり多くのレースをこなして、疲労の溜まった選手や秋のクラシックレース、世界選手権などに精進を合わせた選手からは敬遠、もしくは世界戦への調整の舞台として利用されることが多く依然として出場するのは、 スペイン選手が中心という状態が続き、グランツールの中でもツールドフランス、ジロでイタリアに比べて、ワンランク下の存在に見られ盛り上がりに欠けていたため、以前は財政難などで開催が危ぶまれることもあった。しかし徐々にオールラウンダータイプの選手を、はじめ有力選手の出場や活躍が目立つようになり2005年に始まった UCI プロツアーでは最上級カテゴリー A に、 格付けされたツールドフランスに次ぐカテゴリー B に位置づけられ自転車レースとしてはジロでイタリアと同格の扱いを受けていた。そのため近年はグランツールにふさわしい盛り上がりを見せるようになった。スペインの大地を駆け抜ける集団1ステージあたりの距離が平均 150km 程度とツールドフランスやジロでイタリアに比べて 20km ほど短いため、 レースの平均スピードが速い。また、スペインという山がちな土地を舞台にして開催されるため、序盤から山岳ステージが登場することが多く、平地ステージとカテゴリーされてもツールであれば、中級山岳ステージとカテゴリーされるようなアップダウンの激しいステージも多い。そのため登りに強い選手に有利なレースだと言われており、春季開催だった頃はスプリンター型の選手の 優勝も見受けられるものの歴代の優勝者を見ると、山岳を得意とするタイプの選手が目立つ。近年は中間に3連続での山頂フィニッシュステージを盛り込む、スペインらしい短距離、急勾配型の峠を大量に用意するなど、ステージ自体もジロツールと差別化する動きが進んでいる。ポイント賞のシステムは、かつてのジロ同様全ステージ同一なため、平地で狙いに来る。 スプリンター軍団体山頂フィニッシュでポイントを稼ぐ、総合、クライマー勢という争いが僅差で決着することがあり、その争いも魅力の一つに数えられる。ツールド・フランスにおけるラルプ・デュエーズ的な位置づけの山岳ステージとして、ラゴス・デ・コバドンガや、アルトで、エル・アングリルが採用されることが多い。ツールド・フランスやジロで、イタリアなどの自転車レースの盛り上がりに伴って、 1935年に合計走行距離 3425km14 ステージという規模で第1回大会が開催された。しかし1937年から3年間スペイン内戦によって中断。1941年に第3回大会が開かれるも第二次世界大戦の激化によって1943年から再び中断という事態になる。 その後1945年から再開されるものの1949年は中止。さらに1951年から1954年も開催せずという不安定な時期が続いた。しかし1955年からの再開後は、ジャック・アンクティル、リック・バンステイ・ムエルヘン、レイモン・プリドールなどの名選手も参加するようになり、大会もそれなりの知名度を獲得するに至った。 1970年代にはエディ・メルクスやベルナール・イノーが1980年代にはペドロ・デルガドやショーン・ケリーが総合優勝を飾っている。1992年から1994年にかけてはトニー・ロミン・エルが同レース史上初の3連覇。1996年と1997年にはアレックス・セールが連覇を達成する活躍を見せている。 2000年代は、ロベルト・エラスが大活躍を見せ2000年に初制覇を達成したほか、合計走行距離 2925km21 区間で行われた2003年のレースでも、石泥のサルトの激しい争いの末、2度目の総合優勝を果たした。さらに2004年もこの頃頭角を表し始めた、アレハンドロ・バルベルデラを退け優勝。続く2005年にも総合1位となり、 前人未到のブエルタ4勝 &3 連覇を達成した。2006年はアレクサンドルビノクロフが優勝。2007年はデニス・メンショフが他を寄せ付けない強さで2回目の総合優勝を果たした。2008年はアルベルト・コンタドールがチームメイトのリーバイ・ライプハイマーとの接戦を制し、史上5人目の全グランツール総合優勝という偉業を達成。2009年は タイム差がタイムトライアルとボーナスタイムだけで決まる僅差のレースをアレハンドロ・バルベルデが制した。2010年は最終三画ステージまでも連れ込んだ総合争いが盛り上がりを見せ25歳のヴィンチェンツォ・ニバリが体感した。2011年は最終日までボーナスタイムで総合逆転の可能性が残るほどの大接戦の末わずか13秒差で不安補正公募が優勝した。 2012年は出場停止処分明けのコンタドールが史上稀に見る大逆転劇を起こし2度目の優勝。2013年は41歳のクリス・ホーナーが史上最年長グランツール王者に。2014年は直前のツールド・フランスで骨折のためリタや医師から出場は無理と言われながら出場したコンタドールが3度目の優勝を飾る。二千十五年は最終日前日に トム・ディ・ウムランを逆転したファビオ・アルが初優勝。2016年はナイロ・キンタナが史上二人目のコロンビア人総合優勝者となった。2017年は過去3度総合2位に甘んじたクリストファー・フルームが初の総合優勝を果たし、イギリス人初の総合優勝者となるとともに、史上三人目、秋開催となってからは、初となるツールとフランスとのダブルツールを達成した。 数種の賞が設定されており、リーダージャージと呼ばれる各賞に応じたジャージがある。前日のステージ終了時点で各賞の成績第1位の選手がそのジャージを着用する権利を手に入れる。ブエルタにおいては2009年までは各賞のジャージスポンサーとジャージデザインが固定されて、おらず年ごとに変わっていたため、総合リーダージャージ以外は、色や模様ではなく、賞の名前で呼ぶことが、 一般的だった。2010年に ASO がブエルタの運営に関わるようになってから、ジャージデザインが固定された。赤色のジャージ、マイヨロホ、ラーロハとも呼ばれる。英語圏では、レッドジャージという名称がよく使用されるは、個人総合成績1位の選手に与えられる。各ステージの所要時間を加算し、合計所要時間が最も少なかった選手が、 マイヨロホ着用の権利を得る。最終ステージの終了時点で、マイヨロホ着用の権利を持っている選手が、ブエルター・エスパーニャの総合優勝者となる。2016年のスポンサーはカルフール。2009年までは、金色のジャージ、マイヨロであった。ツールのマイヨベールと同じ明るい緑色のジャージ、プントスは、ポイント賞に対して与えられる。マイヨベルデとも呼ばれる。 各ステージのゴール及びステージ途中の中間スプリント地点の通過順位に応じてスプリントポイントが加算されスプリントポイント1位の選手がプントス着用の権利を得る。2016年のスポンサーはマイヨベールと同じ趣向だ。以前は青色のジャージであったこともある。2020年まで平坦ステージも山岳ステージも難易度に関わらず全てのステージで 同じポイント配分となっていたため、スプリンターだけでなく、三角ステージで上位に入る、総合成績有力勢のオールラウンダーが上位に入る例が多かった。2021年はツールドフランスと同様の、平坦ステージで高ポイント、三角ステージで低ポイントとなる方式が採用された。ツールのマイオブランアポワルージュの風の、青色水玉ジャージ、モンターニャは、 山岳賞に対して与えられる。マイオデルナレスとも呼ばれる。上り坂の勾配と長さに応じて点数が設定された。山岳ポイント地点の通過順位に応じて、山岳ポイントが加算され、山岳ポイント1位の選手が、モンターニャ着用の権利を得る。ポイント制はツールと違い、通常山岳は1から3級の3分割。 それに加え山頂フィニッシュは山頂フィニッシュという1級以上のカテゴリーとなり加え最大山岳には特別ポイントが入る場合もある2016年のスポンサーはスペイン宝くじ公社別のスポンサーの時にはワインレッド銀色オレンジ色などだったこともある白いジャージは25歳以下の選手の総合を最上位選手に与えられる2018年までは 総合成績ポイント賞三学賞の順位の数値の合計が最も少ない選手複合賞獲得者に対して与えられるコンビナーダであった。すべての部門で上位最もバランスよく成績を上げたことの証でもあるが2004年以来8年連続で総合優勝を果たした選手がこの賞も獲得していた。日本では従来スカイパーフェク TV などのトゥーブ、 スペインチャンネルで生中継が放送されていたため、放映権がバッティングする J スポーツでの放映は難しいとされてきた。しかし2001年にようやく J スポーツにおいて録画中継での日本語実況付きの放送が実現し、2006年からは生中継も行われるようになった。HDTV についてはツールやジロに遅れをとっていたが、2013年より、 HD 画質での放送が実現している。ありがとうございます。